マーク・ウェストンは、イギリスの陸上競技選手である。性分化疾患のために、女性の外世期の形状で生まれ、メアリール・ルイーズ・エディス・ウェストンと名付けられて、女性として育てられた。イギリス国内選手権大会では1929年に、女子やり投げと円盤投げ、1925年、1928年、1929年に、女子砲丸投げで優勝した。 1926年の第2回国際女子競技大会では女子砲丸投げの決勝で6位となった。1936年4月から5月にかけてチャーリングクロス病院で性別適合手術を受けた。手術後男性名のマークに改名し陸上競技から引退してその後はマッサージ師として働いた。1936年7月にアルバータ・マチルダ・ブレイと結婚し、 三人の子供を儲けた。弟のハリーも1930年代に性別適合手術を受けたが、うつ病になり1942年に自殺した。ウェストンは1978年にプリマスのフリーダムフィールズ病院で死亡した。ありがとうございます。